えー、星です。おはようございます。えー、いよいよね、えー、なんかこう大きく、大きくこう変わる。このタイミングにどうも来たような気がして、なんかこう胸がワクワクして、えー、なんかこう止まらないみたいなね。そんな気分です。ね、今朝は素晴らしい一日の朝を迎えてます。うーん、って感じです。 はい、えー、っと、最初にね、えー、お知らせね、ね、えー、しようと思います。いきます。4月の26日で山口県、27日広島、28日が京都でお話し会をやります。で、29日は赤羽に戻るんですが、ここでは手島さんとの、えー、コラボのお話し会をやる予定です、えー。次、5月の1日、2日、ゴールデンウィークの間、鹿児島でリトリートをやります。 で、3日、小倉。小倉は、えー、なんと、私の先進の師匠である、えー、近藤幸次郎さんを呼んで、えー、コラボの先進道場というのをやります。そして4日は長崎でお話し会、ということを計画しています、えー。そして5月の17日は、えー、仙台で、えー、お話し会。で、この仙台のお話し会はね、自宅でやるんです、自宅。ね。 そして、18日が秋田で、お話会をやりますので、どうか一人でも多くの方、参加してください。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ちょっと、あの、素晴らしい、えー、あのコメントがあるのでね、ちょっと読ませていただこうと思います。えー、4月8日、ね、回帰日食の裏で、覚醒妨害装置が除去されただって。ね。 新地球タイムライン固定で破滅タイムラインに行かなくなった。これが素晴らしい。もう一回読もうか。えー、4月8日、会期認食の裏で新地球と旧地球タイムラインの気候状態がもう解消されたってタイムラインの分岐がさらに進むと書いてありました。ね。<laughs> えー、実はこの裏で起きていたことがもう一つあり、ある方のブログより月に設置されていた覚醒妨害装置が上京されたということ。こんなことがあったんだね。あの、月っていうのはもともと、えー、闇ね。D と S さん。うん。石屋が、えー、支配し、そこに基地があったんだよね。 その月を利用して地球人を、支配をずっとコントロールしてきた。このことはよく知ってたんだけれど、えー、覚醒妨害装置があったというのは今日僕は初めて知った。<laughs> はい <coughs>。ちょっとね、読みます。えー、あの、4月8日は太陽にばっかり注目していましたが、ポイントは月だったんですと。 え月実は月って、えー、太古の昔に、えー、石屋川悪徳宇宙人により地球を監視する衛星として作られたものって知っていましたかこれがデクラスだよ。その月にソウルトラップを作ったりして地球の人間が自らの支配から 逃げられないように、魂を何度もリサイクルして地球に転生させ、閉じ込めていたわけですと。その月から地球に向けて、人間が目覚めてアセンションしないような波動装置のようなものを使い、人間を 3D に押し込めてたそうなんですと。<laughs> 3D、多分この 3D っていうのは、 三次元世界のこの争いの世界に閉じ込めていた。そういうふうに僕は解釈してるんだよね。ソウルトラップは随分前に解体されたのですが、3D に閉じ込める波動装置のようなものはそのままだったのだそうです。どんなにおかしなことを目の前に提示されていても、スリーパーが起きなかったわけです。<laughs> おかしいというふうにね。 絶対変だっていう風にならなかった。えー、テレビから出す洗脳波動プラス、月からも出してたら、そりゃあ普通の人は目覚めないわな、と。<laughs> うん。っていう話だったわけです。その月があの日、ね、4月8日、アメリカ上で回帰日食によって太陽光線に100% 覆われたとき、その人間のアセンションを抑えていたというものが取り除かれたそうです。それにより地球ごと一気に次元上昇して、えー、タイムラインジャンプで紙タイムラインに固定された。<laughs> すごいこと言ってんね。この覚醒妨害装置が動いていたとなれば、あれだけ言っても多くの人が目を覚まそうとしなかったのも、 え納得いきますねと。そしてこの覚醒妨害装置が外されたことによる分かりやすい変化がありましたと。それがなんと、池袋での大規模デモが起きた。ねえー、デモに関しては中立的ではありますが、これはひとまず分かりやすいで、えー、大変化としてお話ししますと。 覚醒妨害装置が消えたということは、人の心は持つけど、ずっと日和みだった人も一気に目覚めるかもしれないと。ね。要は日和みっていうのは262の法則があって、必ず60%は、ね、えっ、ーえー、と、その時の、その、意識レベルによって、闇側に引っ張られたり、うん、いい方に引っ張られて、これ、ね、勝手にこう動くのね。どっちだか分かんないから。 これが今までずっと、あの、あのこうネガティブ波動に寄ってたのが、これがポジティブ波動に変わったよっていうね、そういう意味合いのものだと思うんだよね。うん。えー <coughs>、一方で人の心を持たない、ね、レプキスにサイコパスはそれに反比例して居場所をなくしていっていると。時間の加速がさらに進んでおり、 偽りや嘘は、この加速についてこれずなく、これずなくなっていく。もう、これからね、あの、もう何人もの霊能者、シャーマン、そして私自身のこう宇宙からのメッセージを考えたとしても、もうね、嘘はダメ嘘はダメそして、えっ、ー、と、なんだ、こう、魂の思ったことを、 ちゃんと言葉にしてない人は、これも苦しいよ、生きていくの。辛いよ。うん。うん。えー、完全に新地球タイムラインに固定されましたと。えー、新地球タイムラインに固定されて、二度と破滅タイムラインと交わらないようにされたそうです。と二度とだよ。ね、すごくないえー、運命の日、4月8日、回帰日食の その後報告します。だって。ね。えー、結論からいくと、えー、ホワイトハートの計画は無事成功。パチ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 万歳 <laughs> 嬉しいね。うん。えー、地球ごと丸々新しいタイムラインにジャンプさせるという噂でしたが、 その後の、えー、ジーンさんの詳しい説明によると、新しいというか、現在私たちがいるタイムライン、ね。神のタイムラインをがっちり固定したんだそうです。うん。というのも、えー、以前にも書きましたが、この戦いは時空の戦い、ね。えー、石屋側も闇側も、 ポータルやタイムマシーンなどのいろんなテクノロジーを駆使して、なんとか自分たちが支配するタイムライン。ね。ハルマゲドン。ね。タイムラインに持っていこうと必死だった。ある時に神の仲裁で神のタイムラインが作られ、ハルマゲドンのタイムラインと同時に並行して存在していた。ここは難しいね。解釈の仕方がね。 えー、私たちのいるタイムラインとハルマゲドンのタイムラインはくっきりと分かれていった。うん、ホワイトハットは今回の回帰日食を利用して、このタイムラインが二度とハルマゲドン、木次録のタイムラインと交わることのないように、完全に固定したということ。うん、破滅のタイムライン。 これに引っかかっていたのが2025年の7月の隕石の予言。えー、これに関しては2021年にたつきリさんが夢で見たことで予言。2023年12月に NASA が予言された同じ日に隕石がフィリピン沖に落ちる結果を発表したと。ね。えー 隕石予言に説得力ができており、当然ながら滅亡すると恐怖を煽る投稿もたくさんあると。しかし予言は外す。予言は外せるもの、ね。今まで文明が滅びるほどの高い高エネルギーがぶつかりそうになって、スレスレで回避できたこともあった。えー 自分自身の周波数がタイムラインを決める、ね。もう一度言うよ。自分自身の周波数がタイムラインを決めるということ。ねえー、なので、ちょっと前までは新地球タイムラインにも旧地球破滅のタイムラインにも行く可能性があった。どっちに行くかもわかんない。あった。 やっと新地球タイムラインに絞られたということですと。予言は外せるもの。新地球タイムラインには来年隕石が落ちることはない。覚醒妨害装置が消えたことで、終ューマ教もまたすごいことになっていると。ね。日本時間で今日の4時。ね。今日の4時といってもまあ、これは書いた日がちょっと 昨日、おとといなんだけどね。えー、突き抜けるほど、そこまで突き抜けるほどの高周波エネルギーが届いており、13日にはブラックアウトしていたと。タイムラインのアップデートは順調であり、4月からマジの本番といったことが現実化してきているのがわかると。 えー、これから次元上昇による体感の変化はさらに大きく見えてくる。変化は指数関数的。一旦グイッと上がればどんどん上昇します。ということで、えー、素晴らしい、えー、コラムね、紹介させていただきました。ありがとうございました。